鈴鹿サーキット YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。サッシャでござい,ますいよいよ3年ぶりにやってきますよ、鈴鹿に。正式名称いきましょう。2022FIAF1 世界選手権シリーズホンダ日本グランプリレース。はい、ついにやってくるわけですけれども、目前に迫ってまいりました。え本日はその開催に向けてですね、知っておくとちょっと嬉しい。友達にも自慢できるかもしれないという、 ちょっと F1 の数字にまつわるいろんな話を伺っていきたいと思います。そうなんです。えー、先生をお呼びしております。指南役として F1 ジャーナリスト柴田邦夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー三年ぶりの鈴鹿ですけど、どんな気持ちいいですか。いや待ちに待ったという感じですよね。えー、僕も本当にあの待ちかねてました。えー、はい。柴田さん、そもそも。はい まあ日本のファンっていうと、めっちゃ熱いっていうのはいやドライバーもあの鈴鹿サーキットの話をするとき、必ずそのファンのこと、話に出ますすよね、うん、あやっぱそうですかレースのことよく知ってるし、うん、熱いし、うん、とにかくあの誰でもまんべんなく応援してくれる、それが本当に嬉しいと。確かに、オランダとか行くと、みんなフェルスタッうかんじゃないイメージありますけど。そううなんですも本当に 世界チャンピオンから最下位の、うん、あのカチームのドライバーまで本当に熱く応援してくれる人たちですよね,すよね日本のファンっていうのは本当にその F1 が好きなのか数字的に見るとどうなんですか過去のあの鈴鹿の記録を調べてみると、はい、例えば2006年なんですけど、はい 2006年の日本グランプリ3日間合計で36万1000人という数字が出てるんですね36万1000、はいまあ、これはあの本当に公式な確認ではないんですけど、はい、おそらくこの2006年の36万1000人というのは、はい、コロナ前までの,、はい、あの記録としては、はい、世界一だったと思いますね。なるほど、はい、まあ異論はある可能性はあるけどでも間違いなく最大級であると。 あの実際、コロナ前まで僕、まあほとんどのレースし、ね、現地ね見た雰囲気からしても、鈴鹿の盛り上がり、それから鈴鹿のお客さんの多さっていうのは、ちょっと群を抜いてましたね今、日本で一番大きいあのスタジアムって、多分新国立競技場だったんですけど、あれでまあめっちゃめちゃ入って8万いかないと思うんですよね、うん、7万人台とか、あと横浜の国際競技場、うん。 だからそれ三日間入れても二十万とかですよね。まあだから間違いなく日本最大のスポーツイベントですね。えー、次はね、まあ多分、えー、F1 をね特に最近見始めた方とか、まあ長い方もそうだと思うんですけど、やっぱりね気になるのはですね。 ですね。善義の問題はやっぱね、え、はい、どんだけやっぱ夢も大事じゃないですか。はい、まあ、ね、これだけ派手な世界ですね、えー、まあ目指してるドね、うん、少年たちもいますし、それをね一生懸命サポートしてる親とかもいるわけですから、はい、やっぱ気になるのはですよね。<laughs> ですね。これやっぱりあのどうなんですか。一番こう志摩さん稼いでるドライバーって誰になるんですかやっぱりあの七回の世界。 タイトル保持者のハミルトンですね。ハミルトン。はい。あのハミルトンは、まあだいたいいくらぐらい？あのこれはあくまでまあプロ野球のあの年俸も同じですけど、あくまで推定なんですけども、今年でまあ50億ぐらいもらってるだろうと言われてます。50億ですか？はい。しかもこのあの推定額は個人スポンサーとか CM とかあとボーナスとか、まああの勝ったらボー勝った時のボーナスはい。それは入ってないんですよ。え？ 基本サラリーだけで50億ぐらい、え走るだけでだから、レース2億何千万もしかも、このハミルトンのこの給料、ええ、去年より下がってるんですよね。と、はい、いうのは、あの去年、チャンピオンを逃しましたから、あ<ー>あのフェルスタッフに取られちゃったんで、はい、なのであの、確か10億ぐらい減ってるんですね。 去年のチャンピオンのフェルスタッペンはフェ,ルフェルスタッペンはやっぱりまあキャリアがまだあの浅いっていうこともあるんですけども<え>ただあのフェルスタッペンが一応2位です。2> 2<位>でこれがあの、まあ、推定30億円ぐらい。<laughs> それでもあの1レース行くだけで1億5000万ぐらいもらえるんですから。我らはは選手はこれがですね 2> 2年目ですけど <laughs> 角田君唯一、まあ、F1 ドライバー20人いるんですけど。はい 二十人の中で唯一一億円プレイヤーじゃないんですよ。あ、一億いってないんです。行ってない。とはいえ、まあ九千万円ぐらいはめちゃめちゃもらっていいですね。夢ありますけどね。我々のレベルからしたらもらってちょっとマヒしてますよ。そうなんです。志五十億とか言った後に九千万で聞いたらそうなんです。それはちょっとえって思いますけど。まだ二十二歳の若者ですからね。そうですよ。二十二歳で九千万十分ですよね。ありますよ。続いての数字は、じゃドライバーはいいとしてよくね。 いろんな方が関わってるわけじゃないですか。そうなんですよね。で画面でよく出るっていうと、チームの代表ですよね。トトオルフとか、クリスチャンオーナーとか、まああとチーフエンジニアとかね。なんかその、まあチーム代表よく、映ってね、あの。この辺はどのぐらいもらってるものなんですか。これがですね、もうこれも本当に。チームによって、随分違うんですけども、例えばトトオルフは、メルセデスの株主でもあります。あ、そうですね。なので、あの、かなり。 いただいてると思います。役員みたいな感じでもらってるんです。そうですね。だからまあ10億以上はもらってるんですん。鈴だよりもらってるんですか。走ーム代表以にもってるんですよ。どうなってるんですか。で、しかもあのまあそれより驚くのはチーム代表以上にもらってるのがいわゆるあのスターエンジニアと言われる。はい。例えばエイドリアニュイとか。はい。あとはデザイナーですね。デザイナーですね。はい。彼らは 結局その例えば、今年レッドブルスも圧倒的に強いですよね、はい、まああれは本当にまあ入院のおかげって言ってもいいぐらいで、入院、うん、の作ったあの車だから勝てるっていうところあるわけですよ、えー、だから、入院にじゃあ、たくさんあげようっていうことに当然なりまだ、ねえー、ないでほかのチームいっちゃいますかです。うん、実際、今年フェラーリが引き抜こうと去年かしてましたよね、はいはい、あの時、えー、あの提示した額が確か40億とかって言ってたんですよね。えハミルトンと同じ,じゃなないですかそうなんですすかそうんよ、えー えっていうことはそれ以上もらってるってこと思う。今いやいや、まあ結局ニューイはややレッドブルがいいからということで残ったんです。だから今そんなにはもらってないと思いますけど、えー、でも少なくともホーナー代表よりもらっていることは確かだと思います、えー。命の危険があるドライバーよりも空気見えてる方がいいかもしれない、ね。<laughs> あとそのなんとなくそのヨーロッパのレース見てると、えっ、ー、といわゆる各チームの あのバスみたいなのが、トランスフォーマーっていうんですか、いっぱい止まってますよね。バスっていうか、あのホスピタリティの、まああれバス、昔は本当にバスと言ってよかったんです。まあ今はもう建造物ですよね。建造物ね、なんか二個繋がってたり、するそうなんです、あのバス、あのバスっていうか、まあトラック2台ないし、三台をこう。組み合わせて、あの映画のトランスフォーマーみたいに、それがこうビルになったり。あとレッドブルのあの木製の。 モーターホームまあモーーータムって言うんですけどあれはあのトラックじゃないですよねあれは本当にもう組み立てるすごい建物ですねえそれを日本持ってくんですかいやあの日本のようなアウェイの時は違います残念ながらなんか美味しいご飯とか出てくるんですか行くとチームによってあのかつてホンダが参戦していた時は ホンダの日本食は本当に評判が良くて、実はこれイギリス人のシェフが作ってるんですけども、イギリス人のシェフがわざわざ日本まで勉強、日本食の勉強に来て、それで練習して修行して、それであのモテらして、本格的な日本食をちゃんと出してね。だからあの去年までは角田君とかもう本当にあの食べに行って食べに行ってましたね。他に美味しい。我々はホンダ食堂って呼んでましたけど。ホンダ食堂ね、いいですね。 そしてまあねあねのそういう華やかな世界もいっぱいあってまあ本当に数字でいろいろ見てきましたけど数字といえば F1 の、ね、人気、はい、こののまああのやっぱりきっかけはネットフリックスの栄光のグランプリでしたっけドライブ・トゥ・サバイブというもともとのタイトルですけど、はい、これがやっぱりアメリカとか、はい、特に北米方面ではすごい人気高まったんですねまあ,あと あのそれ以前としてもともと F1 ってすごく SNS に冷淡っていうかいやもうめちゃめちゃだめだったんですよ,でしたよね乗せちゃいけないとかそう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 えめちゃめちゃ周回遅れっていうか2週ぐらい遅れてたんだだからドライバーがなんかあげようものならすぐ文句言ったりありましたよね <えー S 2> それがまあだからバーニー・クレストンじゃなくなってあのまあ今の F1 の,の所有者になってからリバティ・メディアアメリカの会社ですよねそうですね こう転換して、うん、あの SNS の力もかなりり大きいいと思いますね、えー、やっぱ sns の数がむちゃくちゃ増えてるの、はいるで私、ちょっと調べました、はい、2020年にはえまあ、それでも多いと思うんですけど、うん、全部の SNS のフォロワーが3500万ぐらいだったんですって、うん、これは F1 の公式発表ですけど、うん、で、えー、今日時点のこれはまあ,あの収録時時点ですけれども、えー、SNS、私、調べましたはい、えー、まずツイッターが850万人。うんで えー、一番 SNS の中でも多いのがインスタ,インスタグラム2080万フォロー、フェイスブックで1000万、ユ、えーチューブで825万、TikTok で470万、えー、Twitch もありますね41万、うん、で Snapchat、えー、で30万、うん、合わせてなんとおよそ万フォロー5000万超えですね。はいしかもこれ 2020年からわずか2年間で1800万つまり1.5倍になってるんですよ、うん、すごいでさらにこれもっと言うとこれ F1 の公式だけなんでそうですよねチームドライバー入れたら、はいうん、もっとも全然もう,もう奥ですよね奥単位ちなみに柴田さん、まあそのまあ、テレビとか配信も含めてですけど F1 を見てる人ってどのぐらいいるんですかね、うん あのこれは去年のデータなんですけど、はい、去年の最終戦のアブダビグランプリ大逆転のこれが1億1000万人世界,で世界の人たちが見ていた、えー、同時視聴したということですね、まあ、考えてみたらすごい数字ですよね,すごいすねほとんどん日本の人口に匹敵する数の人たちが、はい、あの最終戦を見ていたと、うん、まあもちろんあの盛り上がった最終戦だから特に多かったとっいうこともあるんですけどもまあ、ね、チャンンピオンがねってもでも1年あの平均しても15億以上の人たちが見てますから。 すすごいですねすごい数改めてもうすぐ日本グランプリですけれども、えー、鈴鹿では、まあ、その角田も含めて何に注目しますか僕的には例えばベッテル、はい、今年で引退じゃないですか、はい、彼がどれだけの走りを鈴鹿で見せてくれるのかっていうのはちょっと期待したいですね。同じドイツのミクシューマッハも 鈴鹿に行くの,が遠にかかのあそうです、ね、あ<の>彼は初めてです、ねはい、はい、遺伝子を受け継ぐ彼があの日本の鈴鹿を走りたいっていう言ってるんですよ。これまで日本人が表彰台に上がったことは過去3回、はい、鈴木あぐりさんそして佐藤拓磨さん、はいえー、さらに小林カムイさん、はい、でそのうち、えー、あぐりさんとカムイさんは何、はい、といってもここの。 鈴鹿でそうですね、えー、表彰台になったんですけど、はいまあ、状況はそれぞれ違うとはいえやっぱりその自国グランプリ、はい、自分の国のグランプリだからっていうことでそのプラスアルファのやっぱり力が出たというところは間違いなくあるでしょうね私は角田にこう一週お客さんからのプッシュお家が絶対あるでしょう、はいえー 特段の追い風が吹くような気がするんですけどそうですね、えー、今週シーズンベストリザルトっていうのは期待したいですね期待したいですねまだ表彰台、うん、去年のアブダビ本当に表彰台惜しかったですからそうなですよ4位、ねはい、抜いてっていうのが、ねはい、ありましたから今年の鈴鹿期待したいですよ、ねはい、ベストリザルトになると表彰台ということなですからね、はい ということでお届けしてきましたけれども、いよいよ10月9日が決勝ということになります。まあ日本グランプリ鈴鹿サーキットと3年ぶりでございますので、どうぞ皆さんにですね、今度はあの行かれますよね。もちろんです。行かれますよね。もちろんです。はい、現地でお会いできることを楽しみにしておりますので、一緒に鈴鹿をそして日本を盛り上げていきたいなというふうに思います。柴田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では鈴鹿サーキットでお会いしましょう。